透明な管の中に白い小さな粒がたくさん入っています。横から声を当ててみましょう。粒が山を作っていますね。音は空気が揺れて伝わります。管で空気を閉じ込めると空気がその場で揺れるので、小さな粒が山になって見えるのです。空気がその場で揺れて作る波のことを低材波と言います。この管はドイツの物理学者アウグスト・クントが低材波を見るために作ったもので、クント管と言います。